どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルタレットです。今回はスパッタリーにゾンビギアってどうなの、ゾンビギアの活用方法まとめとなります。スパッタリーのギアを見ていると必須項目のように復活時間短縮、通称ゾンビですね、こちらのギアは多くの方がつけているかなと思います。もちろんギア自体は強力なものなので活用ができればいいギアですよね。ですが間違えるとダメなギアにもなります。そこで今回はスパッタリーのゾンビギアの活用方法についてまとめていきたいと思います。ゾンビギアといっても使い方間違えると人数不利の元になってしまいますからね。最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずゾンビギアに関してですが、ギアをなるべく多くつけないと復活の恩恵を受けづらくなっています。もともとが復帰までに8秒ほどの時間を要します。それに対して最大4秒の削減ができるという状態になってます。ただギア全部はやりすぎかなと思いますね。ちなみに時間ですが、メインギアを 1,2,3 とした場合、1は約 1.2 秒です。2は 2.2 秒ほどです。3に関しては約3秒ほどとなります。最大4秒で半分と考えると、メインギア2つ相当が十分なギア数になるのではないかと思います。さらにスパッタリーには他にも積むべきギアはいくつかありますので、そこを考えるとこの数のギア確保になってくるのではないかと思います。トッププレイヤーのギアを見てみると、だいたい 1.5 くらいが多いのはこのあたりのことを想定してかなと思いますね。復活時間短縮ギアに関しては、効果を発動するために条件があります。それは、相手を一人も倒せないまま連続でやられた時、復活時間が短くなります。という点です。ということは、単純に誰もキルせず、2回デスした時に効果がやっと発動します。連続というのが重要になりますね。2デス目の時に相打ちになるとキルしたこととなるので発動がしないこともあるんですよね。これを繰り返すと復活時間短縮ギアの恩恵は受ける機会は少なくなってしまいます。この発動条件を考えると、ゴリ押しをしたいシーンなどはとても有効な方法といえます。例えば矢倉や矛といったあとちょっとでリードが取れるシーンで活用することがいいかと思います。また、打開の際に攻める回数を増やす意味では、とても便利なギアです。失敗すればするほど効果を持続できますからね。普段からデスが多いから使うというよりかは、強気な行動でハイリスク、ハイリターンを求める上で活用するのがいいかと思います。復活時間短縮ギアについてですが、基本的に返り討ちの保険として活用するのがいいと思います。スパッタリーの場合、メインで倒すしか方法がないため、デスする機会は非常に多くなると思います。場合によっては、連続でデスするなんてこともあります。この時に、ゾンビがないと約16秒ほど不在の時間を作ってしまいます。前線に上がる時間も考えると、さらに伸びますね。この時間が少しでも減らすということを考えると、ゾンビで約4分の1ほど短縮ができるのはありがたいことかなと思います。1回のデス単体で考えるとそうでもないですが、5分フルタイムで考えるとなおさら時間の影響を大きくなってきますので、このあたり効果が大きく感じやすくなります。ただこのギアは何度も連続でデスを繰り返すと意味はありません。デスはあくまでデスなので、不在時間をどんどん増えていきます。無駄な突撃を増やすためではなく、リスクを負ってチャンスをつかむための保険として活用することが重要となります。逆にこういった戦法が苦手な方は、復活時間短縮ギアは相性があまり良くないかもしれないですね。続いて復活時間短縮ギアの活用は、エナスタと組み合わせるということです。これはゾンビ根下の延長になります。どっちも復活時間短縮の効果があるんじゃないかと思いますが、これを使用する順番で効果性が変わります。通常のゾンビの効果はキルを取らずにデスした2回目に発動します。
ということは1回目で発動しないですがあるというわけです。ですがこの発動しない時にエナスタを使用すると復活時間短縮ギアの効果を発動します。これにより復活時間短縮ギアの効果を延長することが可能となります。しかもエナスタは即復活なのでなおさら強いです。仮にエナスタで負けたとしてもすぐに前線に復活できますし、その後キルが取れなくても復活時間短縮が発動します。この方法で人為的に復活時間短縮をコントロールできるのでとても便利な方法となります。これでキルが取れればリターンも得られる可能性がありますので、覚えておくといいテクニックなのではと思います。赤スパッタリー限定になりますが、ビーコンで復帰するのが強いと思います。もちろん味方に飛ぶのもありです。ですがこの場合は味方に依存する状態となってしまうので、前線に味方がいるかどうかで状況が大きく変わります。そこで安定して前線に出られるのがビーコンになるわけです。味方3人とビーコン3つ置いておけば6つの場所に移動ができます。敵の動きに合わせて6つの候補があるわけです。またビーコンの場合は索敵もできます。周りの状況を見れますからね。ここでうまくキルを取れればゾンビの効果は発揮されないかもしれませんが、復活が早いことにより数の圧を与えれます。結果として前線の維持につながってくる行動になってきますので、ビーコンと組み合わせるのは非常に強いかと思います。ここまで復活時間短縮の活用について話してきましたが、赤スパッタリーとの相性は非常にいいと思います。メインとの相性はもちろんですが、サブとスペシャルの活用法を押さえておくと便利なんですよね。もちろんデズのしすぎで味方の負担になるのはダメですが、ハイリスクハイリターンな動きができるので押し込む際はとても便利なものです。たださっき言ったようにハイリスクハイリターンの動きができない場合は効果を発揮できないので不要かなと思います。またデスを繰り返してしまう場合、スペシャルゲージも溜まりませんので、エナスタなどの発動も少なくなってしまいます。場合によっては味方負担の大きいギアとなるため、ギアの採用の際は今一度自分の立ち回りと確認が必要かなと思うギアかと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。スパッタリーにゾンビギアってどうなの、ゾンビギアの活用方法まとめはいかがでしたでしょうか。ゾンビの発動条件を考えてみると、赤スパとの相性って非常にいいですよね。スプラ2の時はボミピッチャーがあったので、個人的にはちょっと悩むギアという感じでした。ですがスプラ3ではとても使い勝手がいいギアになっています。ただデスをたくさんしていいというわけではないので、リスクを負わないといけない時に使うものとして活用してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。